バー。はい、どうも皆さんこんにちは、ヒースです。先ほどは失礼しました。まあ、今回はですね、プレ版限定の怪獣ソフビウルトラセブンのテペトをですね、紹介させていただきたいと思います。まあ、こちらが、タグになりますね。テペットですね。身長38メートルで体重が8000トン、出身地はテペト星ということで、テペト星にもカッパっているんですかね。そもそもそれは言わない方がいいですね。はい。まあカッパをモデルにされた怪獣ということで、まあ、見た目がほぼカッパですね。はい。まあすごくね、怪獣ソフビ、まあ、プレ版限定というだけあって、この塗装が素晴らしいんですよね。はい。まあ、ちょっとこんな感じ下から見ていこうと思うんですけども、はい、こんな感じで足元は本当にカッパですね。もうここに水かきがねついてますので、もう本当にカッパそのまんまって感じなんですけども、結構ソフビの塗装にしてはすごくリアルなんですよね。濁ったヘドロみたいな色ですね。それが本当に綺麗に塗装されて、汚いのに綺麗っていうのはちょっとね矛盾してるんですけども、すごくね再現度が素晴らしいです。リアル感がありますね。でちょっとねこの少し質感的にも濡れているような感じがして、とてもリアルですね。で後ろはこんな感じですね。はい。まあ、ちょっとねこのダボっとした感じのシワとかもこのソフビにしてはすごくリアルに再現されていると思いますね。これは言っていいのかちょっと微妙ですけども、このね背中の入るところ、人が入るところですね、そういうところとかも結構忠実に再現してるのかなと思いますね、個人的に。で、肩周りもですね、ちょっとこうやってギザギザと、はい、上からかぶり物をしたかのような感じになっておりますね。はい。で、ここ二の腕の部分もちょっとダルンとなってて、で結構生物感がありますね。シワもしっかりと再現されております。はい。指はないんですかね、それとも水かきでつながっているのかちょっとわからないですけども、微妙にちょっと線が入ってますので、まあ指はあるのかなっていう感じですかね。はい。でこちらが顔になりますね。顔は、口はこれですけども、赤く塗装されているところが点々点とあるぐらいなんですけども、これは何でしょうかね。まあ異星人というだけあって、まあ、僕らの想像を超える口をしているんでしょうけどもね。目はですね、これ多分目だと思うんですけども、まあ、単眼となっておりますね。はい。表情が読み取りづらいですね。ロボットみたいに無機質な感じがします。はい、こんな感じですね。ここにも微妙に、はい、なんか海藻みたいな感じのがタレーンとなってる造形がされておりますね。で、カッパの象徴であるこの、はい、太陽剣みたいな感じでテカってますけども、まあ、頭のてっぺんがカッパのお皿みたいな感じになっておりますね。はい。で、こちらのカッパのこの周りのギザギザした感じのがすごく強調されているデザインとなっているんですよね。自由の女神みたいな感じのトゲトゲしさがありますね。まあ、本当に、こういう頭自体は僕の小学校6年生の担任の先生もこんな頭をしてます。全体的に結構まあ緑色っていうか濃い緑色ですかね。あとは黒だったりとかで、先端にかけてこう明るくなってって、グラデーションがとても綺麗になってるんですよね。はい。まあ、濃いところは濃くって、黄緑の明るいところは明るくと、とても生物感があって、ヘドロから飛び出したかのような、本当に怪物らしさがあって僕は大好きですね。本当にまあ今回プレ版限定で発売してくれたのがとても嬉しいぐらいです。はい。まあ、全体的にこのような感じとなっておりますね。で劇中の活躍なんですけども、僕もずっと前に YouTube で見て、まあ、少しうろ覚えなんですけども、まあ、この怪獣自体ズルゴシカイ怪獣とされていて、まあ、確か湖で戦ってたんですね、ウルトラセブンと。
で、まあ、湖の中から攻撃しようとして、で、まあ、それで最後アイスラッガーで、まあ、石川五右衛門もびっくりな真っ二つにされて、まあ、滅んだという感じの内容だったと思うんですよね。まあ、次はですね、まあ、怪獣フィギュアでいくとこちらのアルティメットルミナスですね、まあ、奇跡ウルトラの父セットをですね、開封動画を上げさせていただこうかとは思っております。まだまだちょっとねたくさんあるんですけど、順番に、動画を出していこうかなとは思っております。はい、はい、というわけで、まあ、本当にこれで最後となります。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。